めです。なちです。あすかです。ガールズファームチャンネル。イエーイ。今日はお家でパジャマパーティーでーす。イエーイ。パジャマパーティー。恋愛トークをしていきたいと思います。テーマは胸キュントークです。イエーイ。胸キュン。とりあえずね、ふきゅうけなんか頑張ってだから、胸キュン胸キュンなんかあるんだろうけどさ、思い出せない。うちめっちゃ少女漫画で胸キュンしてる、いつも。私の胸キュン、ちょっと待ってね。ダンバスのマネージャーだった、うん、のね、高校の時に。え、マジで少女漫画だよ、うん、なんか、なんだっけ、なんかボールさ、ボールかごあったんだよ。ボールかご、うん、ボールかごがあって、でマネージャーだからボールをこうやってはいはいはいみたいな、うんうんうん、私に行く、渡すっていうかこうやって投げるの、うん、でその時に高身長の先輩がいて、うん、みんなイケメンみたいな言ってる人だったのね。でそれでうちはその人が隣にいて、うん、うちがこうやってボールを投げようとしたのかって。でそしたらその人がこうやって、もううちがこうやってボール持った瞬間に、その先輩がこうやって上から入ってって、こうやって投げたの。かっこいい。おぉやられたとか思って。背高い人じゃないとできない。そうだね。だってさ、アジマも結構背ない。あった、あった、あるあった。すごい、180いくつで、うん、かっこよ。そうで取って、うん、えみたいな、マジ少女漫画なんですけどみたいな。え、その人憧れの先輩やったの？うん、別に胸キュン、相当胸キュンしたよね、うん、胸キュンだって胸キュンだよ、あんな少女似合いでしょ。何だろうな、胸キュン結構懐かしいね。でもそれでかっこいいってかっこいいって思ったけど、何も進展とかは、うんうん、でもいいな、私部活あんまりやってなかったから、うんうん、そういう部活中の胸キュンがあった。確かに。え、そのために今正直言ったのかっていうのある。ちょっとマネージャーってね、そう、なんかマネージャーじゃないと何よくない、何、響きってさ、マネージャーだし。私たちは秋派。うーん、もうパワーついたらかっこいいってなってた。野球はもうどの部活に比べても朝も早いし帰りも遅いし、礼儀正しいじゃないですか。だからそれ、その姿がかっこいい。確かに野球やってた友達とか、うん、なんか礼儀とか挨拶がしっかりしてるイメージが、うん、部活に行くと、ね、確かに人間的に、うん、いい、ね、良くなる。そう。結構ね、あの、うん、部活の中で男子でサッカーとかいろいろあるじゃん、テニスとか、うんうん、バスケの人好きなの。うーん、かっこいい。かっこいい、確かに。バスケの人かっこいい、なんかイケメンがいっぱいいるイメージ。なんか性格いいイケメンがいっぱいいるイメージ。よそがいとかはなんかチャラい、チャラいけど、確かに。そう、バスケとか、うん、テニスとかやってる人かっこいいなって思って。あ、バレー、バレー、まあ、バレーはかっこいい。へー、かっこいい、めっちゃかっこいい。かっこいい。え、だってこの瞬間めっちゃかっこいいよね。え、あと私バスケとバレーボールやってる女子が好き。かっこいい。わかる。確かに気強く多くないですか、重いね。でもなんか結構やっぱ私の中学はバレー部の子みんな髪短かった。いや、短い、ね、なんかさ、バレーとバスケは短い短いあるんだよね。そう。で、それで、うん、なんか普段なんかキャピキャピして笑顔なのに、うん、試合になるとなんかドリブルでめっちゃ抜けてったり、うん、それかっこいい、飛んでったり、惚れるよ、惚れちゃう、女子でも惚れちゃう、うん、ガールズファームチャンネル。いや、ないんだよな。うちでもあれ好きだった、なんか LINE してて、うん、めっちゃ気になってるとかさ、気になってる時に急に電話くんのめっちゃ好きだった。わかる。え、なに、なに、急に電話くるの。あ、でも私結構なんかその気になってる人限定だけど、うん、なんかそのこうやって携帯で作業してて、うん、なんか急にいじれなくなって真っ暗になって、次の瞬間で、あの LINE 電話って、そうそうそう、あれがもう、え、わかる、
帰るの。すぐ電話かかってきてるんで、ちょっと待ってからそう、でもさ、携帯じくってさ、じくってさ、YouTube 見てる、急にさ、消えてさ、そうってさ、そう、男の人の名前出てさ、うわっ、失礼いたしますみたいな。うちもそれがめっちゃね、何秒で出ようかなみたいな。マジか。なんか LINE も嬉しいけど、電話ってなんか、めったにしないから、確かに、嬉しい。わかる、確かに。誰でも電話かけないじゃん。わかんないけどね、内容は。確かに好きな人だと嬉しいかも。めっちゃ嬉しい。あとは胸キュンってあれかは、そういう卒業式でプロポーズされたかった。卒業式でプロポーズ、強くない？なんかあるじゃん、少女漫画でさ、理想高いのかな。プロポーズ早くない？でもさ、卒業式とかでさ、今までさ、なんか全然なんか自分のこと好きとか分かんなかったけど、うん、卒業式で最後だから、うん、なんか急に告白してくるとかもいけんじゃない？でもなんかそれだったらなんかもっと前付き合いたいと思って、卒業した後、ね、カップルで、ね、学生時代を過ごしたいよね、うん、いいな、学生カップル。でも確かになんかバレンタインとかさ、私もめっちゃドキドキしてたの思い出した、うん